オセア書、十四章。イスラエルよ、あなたの神、主に立ち返れ。あなたは自分の不義につまずいたのだ。あなた方は言葉を用意し、主に立ち返れ。主に言え。すべての不義を許し、良きものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます。アッシリアは私たちを救えません。 私たちはもう馬に乗らず、自分たちの手で作ったものに、私たちの神と言いません。みなしごが憐れまれるのはあなたによってです。私は彼らの配信を癒し、喜びを持って彼らを愛する。私の怒りが彼らから離れ去ったからだ。私はイスラエルにとって梅雨のようになる。彼は百合のように花咲き、 レバノン杉のように根を張る。その若枝は伸び、その輝きはオリーブの木のように、その香りはレバノン杉のようになる。その影に住む者たちは穀物のように生き返り、どうの木のように芽を吹く。その名声はレバノンのどう酒のようになる。エフライムよ、私と偶像との間にどういう関わりがあるか。私が答え、 私が世話をする。私は緑のもみの木のようだ。私からあなたは身を得るのだ。知恵ある者は誰か。その人はこれらのことを悟れ。悟りのある者は誰か。その人はそれらのことをよく知れ。主の道は平らだ。正しい者はこれを歩み、背く者はこれにつまずく。